当にあの司会者が出てくるだけで拍手をいただけるという大変素晴らしいお客様、まあね、出演者の方に、ね、その拍手はぜひ取っといていただいて、もったいないもったいない。さあ、2組目を紹介する時間となりました。雨はね、今のところ大丈夫そうですよね。皆さん、あの特に傘とか用意はしてないという方もひょっとして多いですか？ない。一応ね、一応この後曇りの予報なんですが、雨雲レーダー見ると結構な雲がね、どんどん風に流されてこっちに来そうな感じ。特に、8時10時の間くらいは結構な雲が来そうな感じなので、十分あの備えはしていただければと思います。さあ、今楽器タイが準備しています。タイのラジプラチャサマサイの皆さんです。大体ね、年齢的には15歳から19歳くらいというチームで、同じ学校のね、音楽を専攻している方々ということなんですが、これはね、小中高の一貫校なんですって。だからもうずっとちっちゃい頃からずっと一緒にやってきてるというね、気の合った方々、例えばね、ボンランっていう木琴、真ん中にありますけどね、タイの東北部の楽器ですとか、あとはね、あのサンポーニャですかね、アンデスのあの楽器に似た、今構えてますけどもね、ちっちゃいのはウート、大きいのはケーンという楽器だそうでして、この辺りもね、あ、タイの音楽っていうの音色だけでそういう風なのを想起させるんですが、例えばこの今ね吹いている楽器とか、あの縦の棒によって音色が違うんです。だから、まあ、あのくらいのピアノとかに比べるとね、あんまり音は種類はないんだなって見えるんですけど、これがねとんでもない、実はものすごいあのいろんな音が出ましてですね、すっごい表現力が豊かです。ぜひこれね、あの注目してお聞きいただければと思います。それでね、チューニングしてるからあんまり大きな声で喋んない方がいいとか、ギターとかベースとかはあの持ってる一番こっちがネックって言いますけどね、ネックのとこが普通はあの四角っぽいギターとかね、そうですけど、こういう感じになってますけどもね、これはもうあの彼らのそのチームで作った特製のものだそうで、タイはああいう楽器が普通というわけではなくて、はい、こういうのを、機体で、統一しているということです。それでは準備ができたようです。盛大な拍手でお迎えください。タイからラジプラチャサマサイの皆さんです。Thank you.
Thank you.
タイのラジプラチャサマサイの皆さんでした。もう一度盛大な拍手を。エレキベースとエレキギターも入って、ああいう